はいどうも、ゲーム実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回はね、ゲーム実況じゃないんですが、昨日ね、買い物に行ってきました。でね、今さっき帰ってきたんですが、ちょうどもう昨日のね、9時から出発して、で、今が今ちょうど5時ですね。疲れました。昨日夜9時ですよ、夜9時夜9時に出発してさっき帰ってきました。どこに行ってたかっていうとね、岡山県、岡山に行ってきました。で、すごいね、面白い店がありまして、いっぱいちょっと衝動買いしてきたんで、それのね、ちょっと商品紹介というか、買ってきたもの紹介をしようかなと思いまして。はい。じゃあ、やりましょうか。突然のちょっと絵手の顔出しなんですけどね。まあ、こういうこともね、今年、じゃんじゃんやっていきますので。はい。お気をつけください。でね、今回買ってきたのは、入ってるかな？これです。結構いっぱい買ってます。ほんと 10点ぐらい買いましたね。まずちょっとこれはね、ちょっとお土産なんだけど、まあ別にこれは食べ物なんでね。どうしようかな、 何からいこうかな。あ、じゃあもう、おっきいやつから行こうか。おっきいやつ、行きます。まあ、どんな店に行ったかっていうと、リサイクルショップになるのかな？なんか、ゲームとか、フィギュアとか、そういうキャラクターものの中古品がいっぱい売ってるお店があったんで、ふらっとね、寄っちゃいました。よし。まずは、ちょっと見えちゃったかな。これね、ただの、小物入れです。ちゃんと映ってる。ちゃんと、これただの小物入れです。ね。こんな。軽音のね、軽音小物入れ。これ、結構大きいんですが、なんとね、500円。ボケてない？大丈夫？ 500 円で売ってました。もう即買いですよね、もうこんなの。もう何でも入れれるよ、これ。ちょっと開けてみようかね。結構なサイズあります。お、いいね。実際ちょっと今初めて開けたんで。こんな感じです。で、なんかわかんない。なんだろうな。ゲームだったら DS のソフトが、まあ、30本ぐらいは入るぐらいの大きさかな。で、なんかサイドポケットもね、ちょっと。ついてるんですよ、サイドポケット。何入れようか、これ。まあまあ、後々考えましょう。ゲームをね、ちょっと収納したかったんで、ちょうどよかったですね。軽音だしね。いいな。みおちゃん。みおちゃん。よし。まず一つ目。よし。ちょっと置いときますね。で、二つ目がね、二つ目これ。これ。ね。一緒なんだけど、ちょっとね、これ、違うんですよ。ね。この絵が、全く別物です。これもちょっと開けみますね。
ドン。ちょっとカメラのちょっと位置がちょっとまだ把握しきれてませんので、すいません。こんな感じ。いいね、みおちゃん。いやけどこのゆいちゃんがね、またちょっとゆいちゃん可愛くない？これ可愛いよね。え、これゆいちゃんだよね。これゆいちゃんだよ。ゆいちゃんすごい可愛い。いやけどやっぱみおちゃんだよね。中は一緒ですね。うん、まあ2つあったらこのゲームソフトもねいっぱい入りますので、まあこういうのはね本当に整理整頓できるからね、非常にありがたい一品です。こっちも500円です。うん、よし。で、続きまして、これしくなったよ。すごく虚しくなった。K4 ファイル8枚入りでなんと100円。すごくない？これすごくない？本当に100円だよ。ちょっとまだね、本当にこれも中身全然チェックしてませんので、あ、ちょっと開きにくいな。いや、これは私結構ねノート使ったりするんで、そのノートじゃなくてルーズリーフ、うん、をいろいろと対応してますので、うん、それでね、分けて使っていけたらいいかなと。ね、ういちゃん、ういちゃんちゃう、ゆいちゃん、ゆいちゃんね、ゆいちゃんで、でね、りっちゃんね、りっちゃんとで、これ今みんながこうローソンに集まったよって、ポンゲもちょっと集まったよっていうね。で、これまたりっちゃんね、むぎちゃんね。あ、ゆうちゃんあ、むぎちゃん みおちゃんじゃない、これあずねね。ね、で、これがみやちゃん失礼しました。これみやちゃん、これが8枚入って100円です。すごい、もうエテポンゲびっくりしました。もう次から次へとカゴに突っ込んで、もう止まりませんでしたよね。まだまだありますよ。ちょっとどんどん紹介していくんで、うん、ちょっと買ったもの紹介、うん、エテポンゲ普段こんなもの買っておりますというね。で、これは一回大きい袋は終了で、次ちっちゃい袋ね、こっちカメラがこう逆になるからなんかやりにくいね。で、まず1個目がこちら、ケイオンのぬいぐるみですね。そう、これも何のやつだったかな、ちょっと定かではないんだけど、ちょっと開けますね。なんかね、その店は本当に一番くじとかを普通に売ってるんですよ。その値段、中古のやつ、うん、未開封とかで普通に売ってて、めちゃくちゃ安くて、だから一番くじ1回500円だとか、安くて500円で、高くて600円、700円するんですけど、もうこのフィギュアとかも普通に400円とかで売ってて、ちょっと意味がわからなくて、ガンガン買っちゃいましたね。ちょっとね、これ4人しかいないんですよ。ちょっとアズニャンが、ね、いないのがちょっと寂しいんですがね。まずこれ、ゆいちゃんこれギターちょっと曲がっちゃってるけどね、まあこれは仕方ないね。で、りっちゃんね、りっちゃんちょっといい感じに、ちょっとりっちゃんでこね、むぎちゃんもかわいいよね。むぎちゃんのこのたくあんかわいいよね。いいわ、
麦ちゃんいいわ、マジで。麦ちゃん、ここ。麦ちゃん、こっち。麦ちゃん、こっちね。よし。麦ちゃん、ちょっと違うわ。そこじゃないわ。ちょっと。ね、ここ。ちょ、ごめんね。で、これ、みおちゃん。みおちゃん、見て、みおちゃん。みおちゃん。なんかここら辺に何か置いときたいわ。ちょっと無理だ。よいしょ。オッケー。ちょっとみえちゃん、ちょっとごめんね、そこで。よし。で、次がこれもね、ちょっといいもの見つけちゃったかなって感じなんだけど、あ、さっきのやついくらだったかな。あ、このぬいぐるみが、4人で、800円。うん。だから、1人、200円。200円です。うん。ねえ。計算すぐしろ、計算。バカだと思われるぞ。計算はサクッとしろ。続きましてこれ、ちょっとケヨンばっかりでね、申し訳ない。ケヨンばっかりで申し訳ないんだけど、なんかちっちゃいマスコットのうん、クリスマスバージョンの、これちょっと出そうかね。どんどん出していきます。よし。あ、いいね、これすごくいい。あ、ちょっと開かない。わー、これすごい。まずはさ、ゆいちゃん、こんな感じでキーホルダーっていうか、こんなマスカットみたいになってね。よし。で、あ、りっちゃんボケてないから大丈夫。で、むぎちゃんね、からの、今回アズニャもちゃんとね、アズニャ泣いちゃってるけど、ちょっとアズニャかわいそう、泣いちゃってるね。でね、これがみおちゃんはい、これみおちゃんね、もう一回見ちゃう。みんなかわいいね、やっぱり。わあ、もう最高だな。で、まあ、ケヨンは以上です。うん。で、次が、これも一番くじのやつなんだけど、じゃあ、待って、このマスカットじゃなくて、マスコット。あ、マスコット300円でした。うん。300円。うん。で、次が、ちょっと待ってね。これ。ダーン。で、ザクとドムの、これ貯金箱なんですよ。うん。貯金箱。うん。で、これは一番くじのやつですね。これ1個が200円。1個200円です。
おいいね、すごい。1個200円でこれ買うでしょ、普通。普通買わないよ、こんな。200円だよ。絶対買い出すっしょ、これ。もう買い出すっしょ。ガシュン、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 うわ、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 うね、これ。うん、どうしよう、こっち500円入れようかな。500円。ね。で、こっちには、ね、1円とか入れてきます。よし。これザク、ザク。ドン、ドームとザクとエテといらんそんなそんないらん。オッケー。で、あとね、これはガシャガシャガチャガチャやってきました。あのドラゴンボールのガシャガチャ。ちょっと、あ、暗いかな、暗いかな。ちょっと電気つけてるんだけどね。フリーザ、うん、フリーザのなんか何段階目かのやつね。あんまこれは嬉しくない、正直。これどうでもいい、うん。で、最後、これが次最後なんですが、もう空っぽです。空っぽ、全部空っぽです。最後はスーパーファミコンのソフト、うん、買っちゃいました。ちょっとね、これはあんまりね、売ってるの見たことなくて、まあ、結構ね、リメイク版とかも出てるみたいなんですけど、見える？見えるかな？鬼？鬼人降臨伝鬼っていうやつね。オン1じゃなくて鬼ね、鬼、鬼。これ300円、うん、安いでしょ。多分合計してもね、いくらだろう、3000、4000ぐらいかな。4000ぐらいかな。2回に分けて行ったんで、1回行ってまた行ったんで、それぐらいちょっと楽しくて、すごい楽しかった、本当に。うん、これ鬼。うん。ね。面白いかな。これもね、ちょっと実況できたらいいかなとか思っちゃってますけど、まあまだ当分、新実況は、あの、今の作品ね、あの、完結させるまではもう、新実況は特に予定はないので、うん、終わったらね、これもやっていきたいかなって考えてます。はい、よし、以上かな。めっちゃ散らかっちゃっためちゃくちゃ散らかっちゃったよ。で、あとね、岡山牛のなんか肉味噌、うん、ちょっと美味しそうだったから買っちゃったね。これちょっと650円ぐらいしました。650円、岡山牛肉味噌ね。あとはね、ちょっともうあの食べちゃったんだけど、なんか白桃チョコ大福ってやつ、ちょっと食べちゃいました。もううん、食っちゃったもん。ああ、もうなんかぐるぐるぐちゃぐちゃになっちゃった。なんかぐちゃぐちゃじゃないか。誰が言っとるやん。ぐちゃになっちゃったよ。酔っちゃったよ。一個食べちゃおうかな。めちゃくちゃ美味しいんですよ、このチョコ。これ本当に岡山行ったら買った方がいいと思う。これ岡山関係あるのかな。あんまり、あ、岡山関係ある。岡山って書いてある。岡山行ったらこれ買った方がいい。ちょっとね、白いなんかこのパウダー状のやつがね、あの、飛び散るんで。おいしい。みっちゃん食べる？みっちゃん。みっちゃん食べる？食べる？あげるか。あとね。失礼しました。うん。うん、以上かな。以上でデポンゲの、買い物してきた。ちょっとすいません、餅がすごい。餅の粘りがすごい。うん、以上ですね。またちょっとあの合計金額とかね、書いて、あのコメント欄じゃなくて
詳細の方にね記入しとこうかな、何買ったかとか、うん、ぜひね皆さんも行ってみてください。岡山県に行ったら行ってみてはいかがでしょうか。レシートなかったかな。レシートないね。ちょっとなんか岡山を降りて場所で言ったら、場所で言ったらね、このお宝発見、これお宝、お宝発見っていうなんか店、岡山店、お宝発見岡山店に行ってきました。岡山市ね、なんとか読めねえよ、ちょっとクソね。レシート、萌えフィギュア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 ばっか、萌えフィギュアばっかりじゃないか。はい、以上です。お疲れ様でした。はい、以上です。ありがとうございました。